はい、やっと試しております。本日は令和4年の8月11日オフ会ゼロ人の日ですね。今回はですね、タイトルにもありますように日本一カオスな鉄道を紹介していきたいと思います。現在私がいますのはここ名古屋にあります JR 中央本線の構造寺駅です。この構造寺駅には JR の中央本線ともう一つ第三セクターの愛知環状鉄道線が乗り入れている一つのターミナル駅になっています。まあ、というわけでこの中央本線と愛知環状鉄道線が乗り入れているわけですが、今回紹介するのはねこの2つのどちらかというわけではないんですね。もう一つねちょっと面白いのがあるということで、それにこれから乗っていこうと思います。さあ、というわけで別の路線に乗り換えるべく出口の方に向かっていきます。さあ、というわけで外に出てきました。どこにも鉄道っぽい線路とかは見えないんですけども、今回乗っていく日本で最もカオスな鉄道路線というのがまさにねこの辺りから発着するということになってます。さあ、というわけでバス停で待っていますと回送の幕を出したバスが見えてきます。今回ですねまずこちらに乗車をしていきます。このバスに乗ってどこか鉄道が走っているところまで移動するというふうに思われると思いますが、そうではなくてですねこのバスこそが今回紹介する乗り物ということになっています。どこからどう見てもバス、確かにこれはバスなんですけども、この先ですねこのバスは鉄道に変身するということになっています。お前は何を言っているんだというふうに思われるかもしれませんが、そういう世にも奇妙な乗り物がここ名古屋に存在しているわけです。日本ではこれが唯一、世界的に見ても3例しかないというかなりレアなキャラクターです。車内も完全にバス、交通系 IC が使えるのがありがたいところ、座ってみてもねなんか普通のバスという感じです。さあ、というわけでバスは時刻通り16時28分構造寺の停留所を出発していきます。今これ走っている段階ではまだねバスという扱いになっています。この車はという案内がありましたが、この車は途中から列車に切り替わるという宿命を追っています。さあ、今これ橋を渡っています。渡っている川は庄内川、今までのところは春日井市でしたが、これから名古屋市内にいよいよ入っていきます。見えている山は名古屋市最高峰東国山です。さあ、この車はただいま右折レーンに入っています。この車は大曽根行きとなっていまして、で大曽根という場所はこの道をまっすぐ進んでいったところにあるんですけども、一旦この車は右折レーンに入ります。なぜそんなことをするのかと申しますと、この先にバス停のロータリーがあるからです。ここ特に鉄道の駅とかないんですけども、去年ぐらいからねここのロータリーが設置されたということになっています。なぜロータリーが作られたのかと申しますと、今右手に見えています商業施設コストコが完成しまして、でそれに合わせてもうちょっとこのバス停も便利にしようということで、ここにロータリーを作ったということになっています。こんな感じで経路をねなんか柔軟に変更できるというのがバスの強みだと思います。そんなバスの強みを感じつつ、またバス停から出発して本線に合流していきます。さあ、この辺りまで来ますとバスレーンが設置されています。時間帯によってはバス専用レーンになるということでバスが優遇されているわけですが、この間紹介しました名古屋の機関バスと違いまして、停留所の間隔は割と狭めに設置されていますので、どちらかというと路線バスという印象の方が強いと思います。この辺りはまだバスとしての営業ですので、乗客がいなければ駅は通過することができます。一応書類上は名古屋市交通局の市営バスという扱いになっていまして、運賃もこんな感じ、210円の均一運賃が採用されています。次は龍泉寺、ちょうど前方に見えてまいりましたのが龍泉寺の湯です。おそらく日本で最も有名だと思われるスーパー銭湯龍泉寺の湯はここ名古屋市守山区が発祥です。さあ、というわけでどこからどう見ても路線バスですし、一応書類上も名古屋市営バスという扱いになっているこの車ですが、いよいよこれから先この車は鉄道に変身していきます。ちょうど左に曲がっていきますと、なんか鉄道の高架みたいなやつが見えてまいりました。そして急カーブを繰り返していきます。運転手さんのハンドリングもかなり急なものが伺えます。
そしてここでゲートがありまして、ここから先何やら物々しい高架に入っていくというのがお分かりいただけます。そして右に目線を向けますと、一般車進入禁止と書かれていますが、その右、軌道専用につきという言葉が見えるんですね。でこの軌道というのが要するに路面電車とかの線路のことを表していまして、ここから先は線路であるということがこの標識に書かれているわけです。信号が青になりまして、いよいよこの高架軌道に進入していきます。そしてこの瞬間にこのバスは列車に変身したということになるわけです。そしてこれ運転手さんのハンドルに注目なんですけども、これカーブを曲がっていてもハンドリングしていないんですよね。どういうことかと申しますと、この車両にはこんな感じ補助輪がついていまして、この補助輪を線路の両端についていますガイドウェイと呼ばれるレールに沿わせて走らせるという形になっています。そのためこの車両はパッと見バスなんですけども、高架の区間は鉄道という扱いになっています。運転手さんも大型2種のバスの免許だけではなくて鉄道の免許も必要ということになっているようです。この停留所を見てみても、龍泉寺口というところまでは特に何も書かれていませんが、ここから先は駅のナンバリングがされています。駅も鉄道としての駅という扱いになっています。さあただいま最初の停車駅小畑緑地を出発したところ、前方には大きなカーブ、そして35という数字が書かれています。これは制限速度を表しています。一般的な車道に置いてある制限速度のマークとはやはりこれも異なり鉄道地区です。前方にはバッテンのような印、これは制限解除のマークですね。ここから先は35キロ制限ではありませんよというマーク、これもやはり鉄道地区です。さあこの先線路がうなるような曲がり方をしていきます。そしてその先に現れる急な下り坂、ほらなかなかすごいものです。まるでジェットコースターのような下り坂、一般的な鉄道ではこれだけの急坂というのはまず体験することができませんので、これはユートリートラインならではです。そしてこの車窓も非常に雄大なものです。もう日本三大車窓に追加してもいいんじゃないかというレベル、そんな非常に雄大な車窓を眺めながら列車はゆっくりとこの勾配を下っていきます。ジェットコースターのような恐怖心を感じることはありません。それはこんな感じ、速度がせいぜい60キロまでしか出ていないというところにあります。速度が60キロで一定なため加速度も生じず、人間が恐怖心を感じるには至らないわけです。さあ駅に停車をしていくところで、バス、失礼、列車とすれ違っていきます。ここで一つ興味深いポイントがありまして、この駅に掲示されている掲示物、よく見ていきますと名古屋ガイドウェイバス株式会社という言葉が見えています。この列車、地上のバスとしての区間では名古屋の市営バスという扱いでしたが、高架の区間に入ると名古屋ガイドウェイバスというまた違った会社の運行ということになっています。バスと列車が直通運転をしているという形になるわけです。こんな感じで運賃も先ほどまでは210円の均一でしたが、一気になんか420円と跳ね上がってるんですね。これが直通運転の怖いところ、利用者にとっては不便なところです。さあなぜこのようなバスなのか鉄道なのかよくわからないような交通手段を作ることになったかですが、もともと名古屋が車社会ということもありまして、特にこの守山区のところには鉄道が空白だったという、ね、事実があったようです。そこで何か作ろうという議論になったわけですが、鉄道とか地下鉄を敷くとなるとやはりそれなりの費用がかかるわけですが、当時の試算ではその費用に見合った効力というのは得られそうにないという結論になったようです。そのため鉄道とバスの中間地点に位置する新交通システムで行こうという話になったようです。新交通システムといえば一般的にモノレールとかがよく浮かぶと思うんですけども、こちらのガイドウェイバスの強みとして都心から比較的近いところに関してはこのような高架で作っておいて、都心からだいぶ離れたところではじゃあもうあと路線バスでいいよねということができるということで、建設費用を圧倒的に抑えられるというメリットがあったようです。以前私名古屋市交通局の局長を務められた方とお話しする機会があったんですけども、その時にやはりこのガイドウェイバス面白いよねという話になりまして、いろいろ教えていただいたんですけども、具体的に建設費用でいうと地下鉄を敷くのに比べて5分の1ぐらいの費用でこのガイドウェイバスユートリートラインは敷けているようです。しかしその後でですね、やはりガイドウェイバス使いづらいよなということもその方はおっしゃってまして、やはり認識としては建設費用が安く済んだ代わりに利便性は若干落ちているのかなという気がいたします。やはりいくら書類上は鉄道ということを主張してもですね、走っているのは一般的なバス1台ですので、輸送力には限りがありますし、また駅のところに改札があるわけではなくて、一般的なバスと同じような車内生産システムですので、やはりその乗降に時間がかかったりと利便性としてはあまり良くないのかなという気がしなくはないです。さあ今大きなカーブを曲がりまして、前方にはバンテリンドーム名古屋が見えてきたところです。まもなく終点の名古屋が近づいてきたところです。
列車が到着していく駅は砂田橋です。この下には名古屋市営地下鉄の名城線も走っています。さあ列車は最後の途中停車駅名古屋ドーム前矢田に進入していきます。ちょうど横にも名古屋ドーム改めバンテリンドーム名古屋が見えています。でこの名古屋ドーム前矢田で少し驚いたのがですね、この駅からめちゃくちゃお客さんが乗ってきたことなんですよね。まあ、特にこの日のこの時間帯に名古屋ドームでイベントがあったということはないと思うんですけども、結構家族連れの方が多かった印象です。まあ、どちらかというと交通手段であと1区間乗ろうというよりはちょっと面白いのが走ってるからアトラクションとして乗ってみようという方もね多いのかなという印象がしたところです。ちょうど前方から列車がやってきました。一応扱いは鉄道ということで白いのがピカピカ光ってますが前照灯が光っているということになっています。というわけでこの名古屋ドーム前矢田で積み残しが発生しないようしばらく停車した後終点の大曽根に向けて発車していきます。さあというわけで最後一つ大きなカーブを曲がりまして終点名古屋ガイドウェイバスの大曽根駅に進入していきます。でこの乗ってきたバスの行く先も面白くてですね、この進んだ先でガイドウェイ自体が途切れていましてここに開けた土地があるんですね。でここで方向転換をして再び小畑緑地方面に進んでいくということになります。なんかパッと見なんか商業施設の駐車場みたいな感じがするんですけども、一応ここは鉄道用地という扱いになるのかな、それとももうレールがないからバスなのかな、ちょっとよくわからないんですけども、こんな感じで駐車場が広がっています。これですね、このタイヤの横にある補助輪でもってガイドウェイに反らせて走らせるという日本で唯一の交通システム名古屋ガイドウェイバスです。でこの駅のところもですね、線路のところとプラットフォームとか10センチくらいしか段差がありませんので酔っ払いとかそのまま進入してっちゃいそうな感じがするんですけども、一応これ立ち入り禁止と書かれてますし、まあ、鉄道という扱いになりますので、もし進入すると多分鉄道営業法とかに引っかかるんじゃないかなと思います。さあ先ほど一旦停車をした車両が再び営業を開始します。こんな感じで一旦左側の車体をレールにこすりつけて、そして照準を合わせて今度右側のレールに車体をフィットさせるという感じで進入してくるんですね。この車体の横のところにも名古屋市交通局と名古屋ガイドウェイバスと書かれていまして、この2社が直通運転を行っているということが表現されています。まあ、これ直通運転がなされているわけですが、運転士に関しては全部運行は名古屋市交通局が受け持っているという形になっています。まあ、ただこの名古屋市交通局の森山区のあたりの運行に関しては全部名鉄バスに運行を委託してまして、実際には名鉄バスの運転士が名古屋市交通局の制服を着て運行しているという形になっています。名鉄バスとしては大変ですよね。大型2種の免許と鉄道の免許と両方持った運転士を育成しないといけないということで、人件費が余分にかかるということで結構ね大変だなと思います。ただまあこのユトリートラインを運転するには大型2種と鉄道の免許2つ必要ということで、まあ、社員の中では一つ憧れの的になっている、そんな話もねちらっと聞きます。さあ改札階に降りてくるとこんな感じ、改札が据え付けられてるんですね。終点の大曽根だけは車内改札ではないという形になっています。というわけで到着した大曽根駅は地下鉄名城線、名鉄瀬戸線、それから JR 中央線と乗り換えができる一つのターミナル駅です。ちょうどこのユートリートラインの駅のところからも JR 大曽根駅、それからこの向こうにあります名鉄の瀬戸線がちらっと見えます。さあ階段を降りてきますと左にJR 中央本線と名鉄瀬戸線、それからユトリートラインが右に見えます。
ゆとりトラインは開業が2001年と比較的新しくてですね、高架もなんとなく立派な風に見えてまいります。で、一つね、突っ込みどころなんですけども、ここにその道の案内があるわけですけども、ゆとりトラインの下、英語の案内がね、バスとなってるんですね。お前バスじゃないだろうと突っ込みたくなるんですけども、まあ、分かりやすさ優先でそういう風にしてるんでしょうね。ちなみにこの先、名鉄瀬戸線の方で用事がありまして、ちょうどね、瀬戸線のホームに来たんですけども、今私がいるのが名鉄瀬戸線の大曽根のホームで、そこに見えているちょうどね、特急信濃号が止まっているのが大曽根駅です。特急信濃号は大曽根駅には停車をしないダイヤになってますが、この列車回送ですね。で、そんな JR の大曽根駅がありまして、その向こう側にゆとりトラインの大曽根駅がございます。向こうの方が若干あの高さが高くてですね、見下ろされてるみたいな、そんな感じになっています。というわけで、今回は日本で唯一、世界的に見ても3例しかないと言われているガイドウェイバスというものをね、紹介してまいりました。こういうのがね、名古屋にあるんですね。乗ってみた感想としては、地上区間は普通の路線バスという印象なんですけども、高架区間はね、結構ね、面白いなと思いました。特になんか急坂になってて、ジェットコースターみたいになってるところがあったじゃないですか。あんなところはね、普通の鉄道だったらあれだけの急坂は作れないところなんですけども、これがゴムタイヤだからこそ、こういうことができるっていうところで、そういうところも含めてね、結構ね、面白いなと思いました。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ちょうど瀬戸線の電車がやってきました。